あんた独断でまだ命がある患者を殺したんだよ。あなたは自分に正直に生きてる。深い絆で結ばれた医師と患者。先生にお願いがあります。その時が来たら早く楽にしてください。私だって生きていてほしかった。命を奪うことも殺人だ。ついの信託。